どうも、りんです。ことフリーアナウンサーの森海りんです。今回は小笠原諸島父島の海岸で人生初めてのシュノーケリングをしました。シュノーケリング初心者なのでお見苦しい点がありますが、父島の美しい海と驚きの沈没船をご覧ください。今日は2022年1月の3日です。私は今小笠原諸島父島の釣り浜にいます。なんと今日はこの格好の通りシュノーケリングをしたいと思います。イエーイ。もう本当は鼻から息を吸ってしまいがちなので帰りたくてしょうがないです。本当はカヤックをしたかったです。はい、皆さんご覧ください。この小笠原の釣り浜というところ、もうほぼほぼ貸し切り状態。ここで魚をたくさん見たいと思います。では泳ぎに行ってきます。釣り浜では撮影しませんでしたが、魚の種類も数も一番多かったです。ウミガメと泳げたのも釣り浜です。撮影してお見せしたかったです。ああ残念です。釣り浜は小笠原高校の脇の道を進んでいくと駐車場が見えてきます。そこから山道を5分ほど下って海岸に着きます。海岸も丸い石なので足元には気をつけてください。はい、続いて釣り浜のシュノーケリングを終えてやってきたのはこちら、境海岸です。もうここには沈没船があるんです。そして何より綺麗なのがこちらの海、ご覧ください。太陽も出てきました。すごい、かわいい太陽の海、透明度がたまらないです。あとこの下も見てください。ここにサンゴダストって呼ばれているらしいんですが、もうサンゴだらけなんです。とっても綺麗です。見えますか？全部これ白いのサンゴなんです。これ音が綺麗です。見てください。骨もありました。すごい。生々しいですね。沈没船、後ろ見てもらえばわかると思うんです。ここにポツポツポツって浮かんでるのが沈没船です。海、ここから浜辺からちょっと距離があって怖いんですが、ガイドブックには初心者におすすめのシュノーケリングスポットと書いてあったので、今から私もシュノーケリングをして海の中に入って魚を、沈没船を見てみたいと思います。行ってきます。はい、皆さんこちらご覧ください。今私がビーチで発見したんです。これなんか鉄の破片みたいなんですけれども、向こうの沈没船の部品かなってちょっと思ったりしてたんです。でよくここ見たら、なんかこれ銃口、なんか銃の弾っぽいですよね。なんかちょっと気になって動画を映してみました。皆さんのご意見お待ちしてます。これは鉄砲の弾ですか？これ本当にそうだったら結構すごいなと思って、コメント待ってます。皆さんご覧ください。もうここに流木があって、なんとこんなインスタ映えがするブランコもありました。本当にこれ漕いで乗れるんです。目の前が青い海、もう青い空、めちゃくちゃ眺めがよくて最高です。沈没船も見られるこんなスポットありますか？すごくないですか？すごい、こんなの初めてです。わーい。こちらは境浦海岸を180度見渡した映像です。
沈没船貧困丸も見えます。太陽の光が海を照らしています。キラキラとしています。そして身近にこういうトーチカもあるんです。自然に癒されると同時に、なんだか気持ちが引き締まりました。境浦海岸の砂浜は父島で一番綺麗でした。はい、これからルイリー行ってきます。口呼吸がすごく苦手なのですごい怖いです。行ってきます。今向かっている沈没船は貨物船貧困丸です。誰でも無料で自由に見ることができるこの沈没船には歴史があります。それは1944年太平洋戦争まで遡ります。陸軍に徴用され、本土からサイパンに軍の物資を運んでいました。その際、何度か米軍の攻撃を受け父島に停泊し、最終的に1944年7月末、米軍の魚雷が命中し座礁しました。船員60名中8名の尊い戦死者と6名の負傷者が出ました。このことからもわかる通り、1944年の小笠原の近海は決して安全な海とは言えなかったようです。1944年7月1日の朝、小笠原から内地への疎開船の第1便が出港し、後に続いた疎開船含めて無事内地に到着しました。しかし当時の状況では、よく何事もなく完了したものだと思うことだったそうです。77年前の船が陸からも見える状態で残る貴重なスポットですが、あと十数年時が経つと貧困丸はすべて海の中に隠れてしまうかもしれないと言われています。浜辺からこんなに近くにある戦時中の貨物船が放棄され続けている背景には、77年前は戦場であった小笠原村を、そして二度と繰り返してはならない戦争の悲惨さを後世に伝えるためにも、少しでも長い間貧困丸が姿を保ってくれますようにという願いも小笠原にはあります。それではここからは私が実況をしていきたいと思います。やっと沈没船についてあたりを泳いで見て回っているところです。沈没船の瓦礫がこのように広がっているんですよね。そこには魚もちらほらちらほら結構いますよね。でもやっぱり釣り浜の方が魚の数は多かったです。このように船が海の上にも顔を覗かせています。船にはサンゴもついていて、もう神秘的、人生で初めて見る景色でした。77年以上前の船がこうやって今も残っていることに驚きを隠せませんでした。ハラハラドキドキワクワク、アドベンチャーでした。これは船の上から見渡している映像です。海がとっても綺麗ですよね。透明度がとても高いです。はい、沈没船まで行きました。すごい。しかも沈没船に立てちゃいました。すごいすごいです。魚もたくさんいて、すごく綺麗です。よかった。今ちょっと休憩をしてまた海の中に潜りました。魚に餌をあげて集めます。こうやって餌をちょっと撒いてみて、魚が寄ってくるのを待っています。映像がちょっと暗くて赤くなっているんですけれども、ちょっとご了承ください。撒いているんですが、なかなか魚は集まってきませんね。いやー、もう私もシュノーケリングが父島でやって初めてだったんですよ。なので
結構泳げはすると思っているんですけれども、シュノーケリングはわけが違いました。おっと、魚が集まってきました。もうこの魚も地元の方に聞いたら食べられるみたいです。なんか美味しいって聞きましたよ。すごい魚が集まってきました。いや本当にこれは楽しかったですよ。なんか魚をつかめるんじゃないかって思うくらい近くに来てくれた。キラ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 魚が光ってますよね。もう私の泳ぎがちょっとつたないですね。必死になってます。もう息するのが必死。もうなんか常にジェージェーハーハーしてました。あ、映像もちょっと明るくなってきました。沈没船を一周していきたいと思います。魚たちが泳いでいて、こう船の中を探索していくんですけど、ちょっと怖いんですよね、やっぱり。なんかもう沈没船っていう響きだけで私は怖かったです。なんかお化けとか出てくるんじゃないかなって思ったりとかもしますし、まあそんなのは全然、まあ、ないんですけど、もう太陽の光がこう海の中に入ってきてとっても綺麗なんですよね。何度か父島でシュノーケリングしたんです、まあ、ですけどやっぱりこう太陽が入ってきた瞬間っていうのが海の中がとっても綺麗、魚もすごくキラキラして一番綺麗でしたね。こうやって沈没船の瓦礫が残ってるんです。すごい大きい船でした。一周するのも結構大変で、まあ、必死になって泳いでいました。こう大きな柱みたいなのも落ちてたりして、なんか人間ってちっぽけだなって思いました。シュノーケリングって難しいんですね。シュノーケリングすれば泳ぎが苦手な人でも誰でも大人も子供も老若男女泳げると思ってたんですよ。普通の泳ぎより簡単だと思ってたんです。息継ぎしなくて大丈夫、シュノーケリングつけてれば息ができると思っていたんです。確かに息はできるんですけど、こんなに口だけで呼吸するのが難しいのかって思いました。なんか鼻から呼吸してないつもりなのに多分鼻で呼吸してたりとかして、マスクの中に水が入ってきたりとか、あと口呼吸だけだと本当に苦しくって、いやーこんなに大変なんだってびっくりしました。だからシュノーケリングまたするためにはちょっとプールとかで練習しないといけないなって思って、自分のシュノーケリングとか鼻栓とか買って訓練したいなって思ってます今も。じゃないとこんなに綺麗な景色見れないですし、やっぱりこういう景色見たいじゃないですか、見たい人は。なんか神秘的な、地上にいるだけじゃこういう景色ってやっぱり見れないですから、やっぱりあとはテレビとか映像で見るのとは生は違いますね。なんかダイビングする人の気持ちも理解できました。もう理解してたつもりなんですけど、やっぱり怖いなって思っちゃいますね。こんなに難しいのかシュノーケリングはって、びっくりです。もう本当にシュノーケリングしてるもう全ての方々を尊敬します。素潜りなんて絶対できないって思いましたし、もうフィンもシュノーケリングの3点セット外して泳ぎたいって思いましたね。その方がちょっとこういう深いところには行けないと思うんですけど。あ、魚たちが見えてきました。なんかここはですね、サメも生息しているらしいです。今回は
私たち見ることはできなかったんですけど、まあ多分見れたら恐怖と驚きで泳げなくなってもう溺れちゃうんじゃないかなって思ったので会わなくてよかったんですけれども、サメも遊びに来ているみたいですね。でもサメがいたとしてもそんなに凶暴じゃないサメみたいです。あ、魚です。いや結構船が広いので一周するのも時間がかかってますね。今はちょっと多分落ち着いて泳いでます。私はやっぱりもう77年前の船がこう今も残っているってすごいことだと思うんですよね。顔を海の上に覗かせてるっていうのも本当にすごいと思いますし、これは船の先端かな、きっと先端だと思います。違うかな。いやー、シュノーケリング得意な人本当に尊敬です。皆さんシュノーケリングできますか？ここは多分戦闘ではなかったみたいですね。いやもうドキドキハラハラなんですよ。命がけですからこれ、私はすごいですよね。あ、青ブダイかな、あれは。いろんな魚がいて、なんか皆さんに名前を紹介したいんですけれども、ちょっとそんなに詳しくないし正確な名前をお伝えできないのがちょっと残念なんです。あ、言っちゃいましたね。見失っちゃいました。この境浦海岸は私が行った父島の海の中とか海岸の中では海岸は一番綺麗だなって思いました。釣り浜は海の中が魚の数と種類がとっても多かったです。で、ウミガメとも一緒に泳げました。沖の方に行くと波が結構強いらしくて危険って言われて気をつけてくださいねっていうふうに言われたので、皆さんももし泳ぐ際には気をつけていってみてください。大自然に囲まれながら泳いでいます。釣り浜はですね、先ほどもお伝えした通り丸い石が海岸に広がっているんです。砂浜じゃなくて石なんですよね。なので足元が結構痛いです。で、海岸に着くまでにも山道を歩いて歩いて登って下ってという道なので結構大変です。山下りをして海岸にたどり着き、丸い石ころで足が痛い、でも海の中はとっても綺麗でした。もうあの海の中の魚たちも皆さんに本当にお伝えしたかったですね。また行きたいです。いやなので釣り浜とか海の中の綺麗さとか魚の数と、また境浦海岸は何だろう、ジャンルが別っていう感じでしたね。ジャンル別の第1位第1位みたいな感覚です。こうシュノーケリング初心者の私でも77年前の沈没船を間近でこうやって見ることができる、そんな海岸なんて、まあ、きっと世界を探してもそんなにないと思うんですよね。砂浜から泳いで行けるところで、まあ、なのでそんな海岸ないから、これも第一位だし、釣り浜も魚の種類とか水族館みたいな感覚でしたね。釣り浜はそういう感覚で言ったらもうそれも第一位だし、どの海岸も素晴らしい、もう素晴らしい海岸のトップ2です。
まあきっと時期とか季節とか、あとは天候とか、そのシュノーケリングする人のレベルで感じ方もその風景も違ってくると思いますので、人それぞれだと思うんですけれども、私はそういう風に感じました。皆さんがね、どんな風に思ったのか気になりますね。あ、また魚の大群が来てくれました。この魚たちなんですけど、先ほど餌をあげたじゃないですか。まあ、なので、後からこう私がこう寄っていくと、餌をまたくれるんじゃないかなって思っているのか、ちょっと寄ってきてくれて楽しかったですね。酒浦海岸は魚の数が釣り浜よりは少なかったので、この瞬間魚に囲まれる体験ができて面白かったです。多分きっとですね、ダイビングする方はこの船の中により深く行くと思うんですよ。私はシュノーケリングでスモッグリもできないので、海の海面上で船を眺めるだけだったんですよね。でも私はちょっと慌ててなんか窒息しちゃいそうな気がして、これでも十分楽しかったですね。あ、見てください、こう餌あげてまたくれるんじゃないかなって思って魚が集まってきました。はい、ということでシュノーケリング終わりました。イエーイ、無事に私も海の中から帰ってきました。よかったです。ちゃんと口呼吸できました。溺れずに済みました。はい、というわけで今日は2022年1月の3日です。東京は箱根駅伝の復路が開催されていると思います。気温はきっと6度ぐらいだと思うんですが、もうこの小笠原、父島ではこの絶景が海です。シュノーケリングができて海の中に入ることができました。全然海の中は寒くないです。ちょっと寒かったですけど大丈夫です。海の中は太陽の光であったかくって、こうやって泳いでたら体力も使うので温まりました。今は私も、もう太陽が出ていれば寒くないです。はい、というわけで皆さんも沈没船の映像とかお魚さんの映像見られましたか？ぜひ皆さんもお正月、冬の時期にも小笠原に来て海の中に入ってみてください。では私もこれで戻りたいと思います。次の動画もご覧ください。さよなら。サンゴです。こちらは初泳ぎ証明書です。小笠原では1月1日に日本一早い海開きが行われます。元旦以降海に入った人は小笠原村観光協会窓口でもらえます。こちらは赤土がハートの形に見えるハートロックです。日本で元旦から海に入れるなんて面白い体験ができました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ビーチからのシュノーケルで潜水体験ができる小笠原諸島父島、世界を見ても貴重なスポットいかがでしたか？面白かったという方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。